花見工事通り新橋通り祇園は京都市東山区にある京都の代表的な繁華街及び観楽街。現在の八坂神社は明治以前は祇園社と称し、鴨川一帯までの広大な境内地を保有していたため、この界隈のことを祇園と称する。その鳥居前町はもともとは市場通りに面していたが明治以降に鴨川付近から東大路通。 八坂神社までの市場通りの南北に発展した。舞妓がいることでも有名な京都有数の花町であり、地区内には南座、祇園公部下ブレンじ祇園会館などがある。現在は茶屋、料亭の他にバーも多く、昔の面影は薄らいだが、高指導の続く家並みには王子の冬がと拡張が忍ばれる。北部の新橋通りから白川沿いの地区は、 国の重要伝統的建造物群保存地区として、先定、南部の花見工事を挟む一帯は、京都市の歴史的景観保全集計地区に指定され、伝統ある街並みの保護と活用が進んでいる。また、鴨川を西に挟んだ対岸を三条通りから、四条通りにかけて、花町であるポント町や柿頃には、ポント町のお茶や、料亭、格、レストラン、バーが、 鴨川のお量床を設置し風雅な光景が広がる。また、市場通りと東大路の交差点は、祇園交差点である。交差点付近に京阪バスの祇園バス停留所がある。元山城国アタゴグ坂ヤサ坂回り、下行区八坂回りまで。なお、名の由来となった祇園社は、祭神の後ズ天皇が、祇園少女の守護神とされていたのでこの名になった。 辰見橋白川沿い祇園の夜建物の外観や白川との位置関係から本2階建て町屋茶屋様式の建物が並ぶ新橋通りに面する区域と主に本2階建て長家川端茶屋様式の建物が並ぶ白川沿いの区域に分けられる。辰見橋は新橋通りと市場通りを結ぶ路地の起点にある白川にかかる橋長7.5メートル。 福音3.1メートルの鋼桁橋である。橋名は、辰巳大明寺に由来する。1829年に、民費で木橋が建設され、後に土橋となり、1957年に、石畳で舗装され、木製の高乱を持つ公共になった。なお、橋からさらに西側に、吉井勇の花火碑がある。祇園新橋より望む、パノラマ写真。ありがとうございます。